こんにちは、加藤理香です。またもや車の中からお届けしたいと思います。あのね、食べるだけ動画なんですけど、この間やってみてね、割と良かったと思うのでまたやってみたいと思います。あのね、言っとくけど私ね、レビューとかあまり得意じゃないんでね、本当に食べるだけだよとは言いながら、くだらない雑談はするかもしれません。でね、この間さ、丸ごといちご食べたやん。あれやっぱり美味しかったよ。山崎さんは結構いろいろ言われたりしますけど、まあたまにはいいんじゃないでしょうか。うん、美味しかったよ。今日はセブンイレブンのいちごサンドを買ったよ。ほら、これね、前食べたことある。いつだろう。美味しかった記憶はあるよ。いちごと生クリームってやっぱり美味しいよね。で、先日の丸ごといちごを食べた後ね、これも食べたくなったからね、今日はこれを食べたいと思います。それから、前回車の中で飲んでいたのは何かっていうコメントがありましたので、コーヒーでございますうちから出てきとるからさ、うちからコーヒー汲んできたそしてこのコップはね、前にばあちゃんの薬を仕分けようと思って、どうやって薬を仕分けようかなって思った時に、こういう子供みたいような紙コップに分けたらばあちゃんも喜んで分かりやすいかなって思ったんだけどさ、これかさばるやん。だからやめたんね。だから余っとったやつコーヒーは砂糖入れますか、ブラックですか。私はね、ブラックの時とクリーム入れる時とあるかな。今日はこれが生クリームで甘いと思うのでブラックにしました。もうすごい疲れとる時ってさ、砂糖入りのコーヒーも飲みたくなるよね。とまたしてどうでもいいことを言っておりますが、セブンのいちごサンド、エグロワイヤル仕様だってどういうことなんかわからんけど、こういうカタカナが多いとさ、よくわからないですよね。コクのあるマスカルボーネ入りクリーム仕様なんだって。カスタードクリームみたいがちょっと黄色っぽいが見えるよ。だから生クリームとちょっとカスタード入っとるんじゃないんかな。開けるよケペキ症なんでティッシュこれまたさ、美味しそうにさ切ってあるよね。すごいよね。ほら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 、美味しそう。いただきます。なんか飛行機の音聞こえるぞ。美味しい。クリームがなんていうん、多すぎないからいいな、うまい2個目、これはペロリやわ。うまいうまいわ。
あ、関係ないがやけどさ、カレーとかさ、そういうものとかでもさ、なんだ、具とかを先に食べちゃう人と後に残しとく人とおるやん。私はどっちかというと先に食べる方なんかどうでもいいこと言っていい？あのさ、コーヒー、これは私の家のコーヒーでございますが、昨日さ、友達とドライブ行った時にさ、こういうコーヒー、市販のコンビニのコーヒー買ったんだけど、こういう風に蓋するやん、みんな蓋する。私ね、今までね、あんまり使ったことがなくて、なんかさ、こういうプラスチックだとプラスチックの味しそうでさ、最初飲んで、なんだ、7割か6割になったらさ、車に置いてもさ、動かしてもさ、よっぽどじゃないと飛び散ったりせんやん。だからそういう感じで蓋して閉めなかったんですけど、友達に蓋して飲めばいいって言われて、初めてね、蓋して飲んだ。なんかこれの使い方よくわからなくてさ、ここ開くんやね。で、ここから飲むんやね。みんなこれ、ここから飲んどる？でもやっぱりプラスチックの味するよ。まあほら、満タンに入ってて、車動かすときは、やっぱり、飛び散るからさ、蓋すればいいと思うけど、どうなんですか。その飛び散らないためには蓋するけど、飲むときはやっぱりこれじゃなくてそのまま飲んだ方が美味しくないと、全くまたさ、このいちごと関係ないこと言ってしまうんだけど、どうでもよかったですね。これは美味しいよ。そこ車通るが見える。天気悪いわ。美味しい、美味しいよ。これちょうどいい感じじゃない？ケーキとかだとちょっと甘すぎる場合もあるからね。本当今時のコンビニって美味しいよね。食べた、食べた。いちごさんと食べました。りがさんの食べるだけシリーズでした。じゃあね、またやるね。バイバーイ。